ソロですね。ソロでプレイしていきます。でね、今回はまあ、優勝狙うのはもちろんなんですが、なるべくね、記録していきたいんでね、結構真ん中の方に降りて、まあ僕、町スタイルでやろうかな。真ん中に降りておけばね、大体範囲の中に入れるんで、そこで待ってね、見つけ次第で記録していくっていうようにします。まあ、前回はね、なるべく優勝するために、戦闘とかは避けてきたんだけど、今回はね、敵を見つけたら積極的に倒しに行こうと思います。ってことでね、まずこの遺跡に降りる。遺跡がね、結構武器とか落ちててね、しかもそんなに競争率が高くないんでね、中心に近い割と安全な地区っていう風に思ってます。まあ来てもね、2、3人なんでね、まあバラバラの状態で戦う分にはね、負ける気はしないんでね。まあ、ここがやっぱおすすめですね。で、着地して、まずは、まあ、サブマシンガンかな、やっぱり。サブマシンガンが欲しいところ。で、ショットガンか。お、バックパックゲットして。まあ、一応ね、出会い頭はショットガン強いんで、装備をしていく。で、お!ヘルメットレベル3。いいっすね。これが欲しかった。このね、タイトルにも出ているレベル3のヘルメット。これがあればね、スナイパーライフルの一撃を防ぐことができる。で、お、レベル2のベスト。いいですね。防具が今回いいですね。いきなりレベル3とレベル2。で、果たして武器はあるか。まあね、武器はもう最悪人倒してね、奪った方が早い時もあるんでね。なるべく、まあ、近距離で戦える武器を持っておきたい。ショットガンかね、サブマシンガン一丁じゃ倒せるんで、近距離に持ち込めば。で、倒した敵から、お、音がする。いた、いた、いた、いた。カサ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 言って、相手はこちらに気づいてない。これ TPS の利点を生かして、こちらだけ見る状態にして、後ろから、ショットガンを打って、キルしていく。まあ、完璧な作戦ですね。で、さて、お、アサルトライフル持ってますね。HK416 かな。お、HK じゃん。まあ、M416 か、これでは。これいいっすね。まあ、これを持っていくかな。まず、ウジ。私のメイン武器である、サブマシンガン持って、ショットガンはもうさらばしよう。で、5.56 ミリ、弾をしっかり持っていく。で、4倍スコープに、バーティカルフォアグリップ。まあ、いきなりね、だいぶ装備が揃っちゃいましたね。近距離のウージーと、遠距離の、まあ、中距離遠距離の M416。今回はこれで行きましょう。そうだな、あと、まあなんか、UMP とかあったらそっちに変えようかな。で、補正器。いいっすね。補正器つけて、ほとんどフルカスタム状態。あとはストック。あ、いた。どうしようかな。単発で行こう。お隠れちった。ちょっとこれめんどくせえな。突っ込むかも。ちょっと、ウージーにして突っ込んだ方がいいかな。あ、リー、弾込めてねえし。やべ、見かってる。やべ。これはやばいんじゃないか。しゃがんだりして。おっと?なんだ、棒が打ったか、今。ほら、近距離、まず負けない。で、円が迫ってきてはいるが、まだ余裕がある。お、いた。あいつ。タップ打ちでしっかりと当てていきたい。一発当たった。おっと、手前か。ちょっと前出て。しっかりと狙って、一発ずつ丁寧に当てて、3キル。なんかさっきグレ投げてきたやつがいたんだよな。ちょっと遠かったけど。別にもう一人いるような気が。するんだよな。もう一回右側を。お、いた。あいつも、サクッと倒しておきたい。ヘッド。よし、あった。もう一発。しゃがんだところを4キル。いいですね。気づかれる前にサクッと倒すと。境界の方は人影なし。あ、ちょっと待てよ。いる。あっちいたな。あっちの方。どうしようかな。こっちから行こうかな。今いた。
で、あれはさっき倒したやつでしょ。どうすかな。そこにいるんだよな。いた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 。ダメだ。バレてないな。バレてない。そこで、お、こっち来た。よし、ここだ。ここで、頭をしっかり狙って。よーし、キルした。5キル目。気づかれないもんだね。あ、車。ちょっとね、暇なんでね、車でも撃ちますか。あ、この距離絶対当たんないよな。ここ?はい、一発ずつ。ゆっくり撃っていくか。ああ、だいぶ偏差打ちしないとダメだな。相当離れてる。ここ結構おすすめです。裏とかも強いし。まあ、スナイパーライフル持ってたら本当いいですね、ここは。で、お!あ!まずい、これ範囲が。範囲がずれてしまった。移動しなきゃダメですね。ってことで、移動しますか。銃声が結構響いてるんでね、そこらかしこに人がいるような気もしないでもないけど、いるかな。こっちにはいなさそうだね。教会の方にも人はいないと。うん、うん、うん。よし、行こう。で、ここからだね。おーっと、結構遠い。くっそ、反対側か。きついな、これ。こういうね、やっぱ運も大事なんでね。反対側にいる人は結構、ガン有利になってくんだけど。まあまあ、こっちもね、まだまだ戦えるんで。つうか、無傷なんでね。無傷だし、4×スコープもあるしで。条件的にはバッチリ。で、一応後方警戒して、敵いないことを確認して進んでいく。でね、こう起伏が結構激しいんでね。あまり見つかることはないでしょう。ということでね、ちょっとしゃがみ歩き。でね、立って歩くのはもう基本的にはしないですね、こうなったら。基本しゃがみ歩き。で、車があるんで、まあ、近くにね、絶対敵がいるっていうことで。もっと危ない。開けてるところはあまり出たくないんで、この辺にいましょう。で、もっと奥の方に。あ、いそうだな、そろそろ。そろそろいそうなんで、北をして。左から銃声。いた!いたいた!ちょっと撃つな。よし、気づいてない。で、あそこに寝たんで、ちょっと移動しますか。ちょっと移動して、格殺ポイントまで移動しつつ、左の敵を警戒していく。もう撃ってる。ここからは狙えるかな?あ、いけますね。で、サクッとキルしていく。で、6キル。で、上から見て、お、開けてるんでね、有利ですね。あそこの敵をキルして、あ、もう死んでるか、あれ。死体撃ちをして、おっと、左にいる。あいつを、しっかりと、反発撃ちをして、当てていく。はい、7キル。いいね。ガンガンキルしてるよ。残り、生存6人。左から、あ、奥かな?あの奥から。で、もう一人いた。あいつを、サクッと。つか、弾当たんねえな。やべやべやべ。やべ、ちょっとやばいな。範囲外。あ、死んだか。なんとか、範囲内に来たんでね。おっと、いて。食らった。どこだ。ちょっと場所がわからないんで、動き回ってましょう。どこだ。あの山か。見えてはいないんだよな。いて、つか、怠慢だよ、もう。二人生存ってことは怠慢でしょ?場所がわかんない。どこだ。どこにいる?あの奥っぽいんだよな。ちょっと一回応急キット使えるか。狙われないか心配。一応索敵をして警戒しつつ、回復キットを使っていく。なんとか回復した。敵の場所がわかんないんだよな。あ!ん?どこだ。なんか動きがあったような気がしたが。どこだ。で?違うか。あそこじゃないか。わからん。あ、いた。木の裏だ。見つけたよ。よーし。もう場所わかったらこっちのもんだな。
タイマーはね、そんなに結構自信があるんですよ、タイマーには。いたいたいた。当てた当てた当てた 2、3発出た。よし、体力的にこっちが有利なんで、距離を詰める。で、相手に回復させる隙は与えない。サブマシンガンに切り替えて、ちょろっと当てれば、そこよし !8 キルして、優勝。あぶねえ。こっちのライフがミリなんですけど、ギリギリだったね。まあエリアがね、こっちに向いてたから、マジでもよかったんだけどね、突っ込んじゃった。でも結果的にね、勝てたんで、よかったです。ああ、まあウージーで優勝したのは初かな、これは。まあ意外と当たりますね、ウージー。ばらけると思ったけど、まあまあまあ、そこそこ当たるんでよかったですね。ってことで、今回は8キルして1位ですね。以上です。